正午過ぎです。かなり雪強まってきまして、ベンチに積もってしまうほどの雪となっています。そしてこちら動物もほとんど姿は見当たりません。あ、そしてあの奥ですね、カンガルーが1匹屋根の下に避難をしています。かなり少ないですね。なんかもうちょっといるんですけどね、平日でも。あと夕方ぐらいからしっかり降る感じだったので、降る前にと思ったんですけどね、なんかみぞれっぽくなっちゃいましたね。3ヶ月前から箱根の旅行を計画してて、たまたま今日が雪降ってた。すごい嬉しいです。はい、いや、ね、普段見ないからね、本当に楽しい。上の方はたくさん降るって知ってたので、あえて来てみました。タイヤちゃんと履いて来れるような状況を作ってみたんですけどね。午後1時、八王子駅前です。このバスロータリーのところ、辺り一面が白くなってきました。そして奥、バスの待合の屋根、雪が積もり始めています。あ、少しずつ雪が積もり始めてきてますね。手袋もそうですし、まだ湿り気がありますが、手すりのところにも雪が積もり始めてきています。これはあれですか、もう万全準備されて。あ、そうです、準備して。寒いですか。あ、寒くない、あったかいね。雨が降り始めてから2時間半が経ちましたけれども、本格的な雪になってきましたね。やっと人とかも歩いてるからちょっとやりやすいかね、この辺ってどう？やってると今度一応こちら渋谷駅から厚木方面に向かう国道246号線なんですけれども、激しい渋滞が発生しています。あ、そしてこちら首都高速の池尻の入り口ですけれども、すでに雪の影響で通行止めとなっています。午後2時半ごろの東京お台場なんですが、先ほどから急に雪が降り始めまして、服を見てみると少し小粒のような雪が多くついてしまっています。めちゃくちゃ寒いなっていうのが率直な意見で、親にも気をつけてきてねって言われたのが、電車が動くのかなっていうのが心配です。午後3時過ぎの世田谷区です。車にも雪が積もってきました。普段は全国へのバスが発着するバスは新宿ですが、今日は大雪の影響で多くのバスが運休しています。何時頃にバス止まったって気づいたんですか。今です。はい、チケット買おうかなって思ったらバス止まっちゃってて。雪が降ってきた町田市内のホームセンターでは、朝こちらまであった融雪剤がすでにあれだけになっています。明日の朝が心配で、ちょっと今のうちに巻いておこうかなと思いまして。午後4時過ぎの町田市内です。2時間ほど前から雪が降り始め、1時間前にはこちらの駐車場で雪かきも行われていましたが、あたり一面真っ白になっています。フロントガラスにも雪が積もっている状態です。
ですか？何持ってるんですか？雪だるまですか？気をつけてね。気をつけてください。